皆さんこんにちは。本日も、ビオルネ5回 B5 からお届けします、はいはい、B5 のササカさんとアルゼンチンからアンデとお届けしていきます。よろしくお願いします。で今日はアンデが北海道に行っちゃうということで、アルゼンチンについてなんかいろいろ聞いていけたらなと。何から行きます？アルゼンチンに行ったらぜひここ行け。観光スポット、観光スポット、ミッションです。カタラタスとイワスアンカラファテルグレイシャーアンデウォーターフォー。もうね、一押しが2つあって、これはもう国の一押しで、イグアスの滝、世界一でかい滝。ビッグスこっちの高さはあのもっとすごいのあるよね。ベースにでもあるね。ハイ、ハイエースワイエンジェルフォーはエンジェルフォーでしょ。高さも横も日本あの世界一で、いや高さはもっとすごいあるの、落下高低差、あれアルゼンチン、ブラジルじゃなくて、でも国境でしょうね、アルゼンチン、ゴーダウンダーメキシコ、ブラジル、ブラジル、すごい落ちてクワーッなってんじゃん、すごいね、めっちゃ出ないの、めっちゃ出ないなんかもう、なんていうの虹がもう切りってるんでしょ。もう虹だらけ。 And that water, 2000 kilometers, arrived to the site. あ、それから、イグアスの滝から2000キロかけて首都のブエノスアイレスにあの水が来てるらしい。イグアスの滝から落ちた水が流れて琵琶湖の水が最初大阪市内に飲まれてるって同じ。一緒なるほど。わかりやすい。そう、それが一つ。であともう一つが、そう、あなたはあれだ、グレイシア。Yes. カラファテ。カラファテっていう。エリット・モレット・グレイシア。エリット・モレット・グレイシア。南の方にある国立公園で、もうなんかこう、氷山みたいな、ガシャッとなってる。すごいところ。まあ、これは絵を見てもらわなあかんねんかな。これは分かりづらいので、これどんなの有名みたいですよ。どっちも世界遺産、自然、うん、その後のやつも世界遺産、世界遺産、自然遺産、すごいね、すごいですよ本当に。まあ、ここはもうアルゼンチンの鉄板2カ所、アルゼンチン行ったら行け、もう、まあ、距離めっちゃあるけどね。距離が全然違う、場所が上が狭いですから、2000キロってで、イグアス、青森から鹿児島くらい、あそこはこのイグアスフォレスト中列車で It's about 5000 キロ、5000キロ、イグアスだけからその氷河のとこまで5500キロとか、まあまあそんな国、アルゼンチン。あとは何が、何食べてる、あ、食べ物、うん、How about the food? アルゼンチン、I like it. But famous. Well, one of the famous is asado. That is like, asado. Like a barbecue, traditional barbecue. アルゼンチン風バーベキューみたいな感じね。よくなんか焚き火みたいなとこに炭火焼きみたいですね。ね。But we don't eat every day that. 毎日 ？Every day？ No, no. We don't eat. Maybe once a month. あ、一ヶ月に一回。Yes. 食べるアサード。それは何、あの、トイレで言ったらお祝いみたいな、なんだ、宗教的な意味合いみたいな、バーサマス。Because the real asado, you need space, you need the garden, you need to put the carbon, to prepare, so it takes a long time, so you are working. 結構ね、準備するの時間がかかって。だから1ヶ月1回準備するのが精一杯。そんな感じやね。そんなイメージ。まあまあ庭でやるというか、ガーデンいるし。あ、そしたらそれは家族だけで、家族でいろんな人が集まってる。だからパーティー、これ使いとる、アサード。Well, maybe yes, or just for your family. 家族でやるのね。肉をめっちゃ食べるんだよね。ね、肉を、なんせ消費量がすごいでしょ。In Argentina is full of Japanese school, karate school. あ、アルゼンチンにはいっぱい、あの日本の空手スクールがある。そんなアルゼンチンでございます。ぜひ一度、アルゼンチンで。お越しください。じゃあちょっと最後告知をお願いします。例えば B5 は会員さん募集中です。はい、個人さんだけじゃなくて法人プランもスタートいたしました。法人プランでこういう感じになってますね。いや
それ難しいな。こういう感じに法人プラン出来上がってますので、詳しくはホームページちゃう。詳しくは検索のところに出てきますので、何で検索、ビオルネで検索、もしくは B5 の B5 の法人プランのここを検索していただければ、はい、いやらしい。よろしくお願いします。ここですよ。わかりました。ここです。わかりました。もっとダーンと出るかもね。はい、ゴーンと出てもいいですよね。はい、じゃあそんな感じで、はい、いいですか。はい、いいですか。 OK、 はい、じゃあ今日こんな感じでありがとうございます。バイバーイ。はい、バイバーイ。